追加の書類でちゅ。日曜に仕事が欲しいなんてどうしたんでちゅか。申し訳ございません。こちらもカズサちゃんの素性を見抜けなかった落ち度もありまして、あまり口出しができないんでちゅ。カズサちゃんとスズキちゃん大丈夫でちょうか。所長、カズサちゃんとスズキちゃんのことが気になって休んだ気にならないのでちょう。ここに来る子たちはみんな、言っては悪いでちゅが、落ちこぼれな子たちでちゅ。つまり能力はあるが兵隊として問題のある、人殺しができない子たちでちゅ。カズサちゃんは何者かはわかりませんでしたが、人殺しなどできない目をしていました。鈴木ちゃんに会ったのですか。そうだったのでちゅか。よかった。そんなことありません。二人とも心配でちゅ。すみません、大声を出してちまって。おはようございまちゅ。どうかちまちた。本当でちゅね。まだ発見ちゃれていないようでちゅ。今日は休みにして、そのことを考えまちゅか。そうでちゅか。では持ってきまちゅ。
崩すが大変。お願い、来て。ヒロ、早く。こっち、こっち。こっちだよ。ヒロ、あのお姉さんがカズサをいじめてた。あのお姉さんが連れてきた人たちと一緒に。高博は苦しんでる。たくさんの人を殺してしまったことを。高博はずっと苦しんでた。だけど高博は泣いちゃいけなかったの。泣いたらそれで終わりだから。涙を忘れちゃったの。悲しいことも
辛いことも全部受け止めてるの。それはとても苦しいことなの。殺すことを楽しいと思っている。あなたには絶対わからない。二人ともずぶ濡れになってどこ行ってたのでちゅか。護衛のメイドは気絶してるち心配ちまちた。え、はい。
大丈夫なの？だから言ったでしょ、大丈夫だって。そう、これが本当の私。知らなかった？カズサはカズサだよ。しずきちゃん、ちょっと扉の外で待っててもらえる？うん、わかった。私の渡したビー玉持ってる？それを大事に持っていて。私は持っていられないから。旦那、まだスズキちゃんのことを思い出さない？期限が迫ってる。それまでにスズキちゃんのことを思い出して。私もこれ以上は言えない。旦那が思い出さなくちゃいけないんだ。もういい？いいよ。旦那、スズキちゃんにも聞いちゃダメだよ。自分で思い出して。大丈夫だって。説明をお願いしまちゅ。